演舞開演。もう本日はこちらドミノピザのサウザンサラダを食べたいと思います。これが一番ベースのサラダだと思うんですよね。値段も以前食べた2種類のサラダに比べると安いですし、まあわずかなんですけどね、この差は。中身はクルトンと以前食べたシーザーサラダと同様のクルトンに加えて、白サラダ、そしてドレッシング2つもあるんですね。1つじゃ足りないってことなのかな。じゃあ食べていきましょうか。お野菜が大事ですからね、しっかり食べないと。学校の時は学校給食でスープに入れるイメージしかなかったんですけど、サラダにも意外と入るんですね。ではドレッシング、なんかホームページのまぶしてって書いてるんですけど、これまぶすんじゃなくてただかけるですよね。なんだろう、書いてあっただろう、まぶすというのは。使わないのも一向だとは思うのですが、せっかくこのペースにも書いてあるし、2個使っちゃいましょう。なんかたらこマヨネーズみたいな色にも見えますが、違うんですよね。ではいただきます。ただのマヨネーズとは違う刺激、なんだろうこれ。以前のサラダと同様、野菜はシャキシャキでクルトンもざっくりとした食感があったんですが、今回使ったドレッシングはサラダのマヨネーズとはちょっとなんか刺激があるんですよね。うまく言えないのに何の刺激なのかわからないんですが、それがちょっとピリッときて口の中に変化をつけてくれて美味しかったです。マヨネーズだけだと単調になるので、こういうのもいいかもしれないですね。というわけでこちらのテイストとさせていただきました。それ建国記念日、後悔するから名付けのみ。どんな名前をつけてしまったんでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。